よしへえー、ちょっとなんかもう恥ずかしいね一人で喋るって <laughs> じゃあ約束通り私も動画撮るねけど、うん、いやちょっと待って あれ何話すんだっけああ当ン一人で動画撮ってると言葉出てこなくなっちゃうね君もこの前の動画で話すこと忘れちゃってたけど本当にポンって抜けちゃうねこれごめん人のこと言えないえっとね ああ、そうだ、手紙。待ってね、手紙にしたんだった。喋ること忘れちゃうといけないから。よいしょ。これでーす。見えるじゃあ、読むね。いつもありがとう。この前の通話の時にも言ったけど、改めて、 手紙でありがとうを伝えてみたいいと思います動画ありがとうあの時はこんなの泣いちゃうじゃんって怒っちゃったけど本当はすごく嬉しかったですあの動画もね何回も見ちゃうの寂しくなったときとかここに君がいたらいいのにって思ったときに見ています 例えば、朝起きて、あ、君がいないんだって思った時とか、すっごく食べたかったコンビニお菓子を発見した時とか、夜お家で一人でご飯食べてる時とか、ご褒美スイーツ食べてる時とか、お風呂上がりのアイス食べてる時とか、見たくなっちゃう。君は、 私は食べてる時がめっちゃ笑顔だって言ってたでしょ半分正解で半分は違うと思います。私がめっちゃ笑顔になるには君がいなくちゃダメです。君がそばにいてくれなくちゃうまく笑顔になれません。 めだ…もう…手紙書いてるときいっぱい泣いたから泣くことないって思ってたのに <laughs> 待ってねちょっと待ってねえっといつも通話で声を聞かせてくれて顔を見せてくれて大丈夫かって聞いてくれてありがとう るようになった時のために行って美味しいご飯のお店調べてくれていてありがとう元気でいてくれて笑っていてくれてありがとう眠いのに夜通話にずっと付き合ってくれてる時があるのちゃんと知ってますごめんねそばにいるみたいで。 ずっと聞いていてたくなるからもうちょっとってわがまま言ってごめんなさいちょっとだけ反省しています許してくれる最後に私も好きです大好きです だくダメだ, <laughs> ダメだ <laughs> 泣いちゃったごめんだから言ったじゃん泣いちゃうよって <laughs> いつまで会えないのかな会いたいって言ったらダメだよね また通話するね。泣いちゃったけど。もう、それが今の気持ちだから。取り直ししない。このまま送る。じゃあね。またね。